んにちは。アリンコ系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルでは、アリの飼育や観察に役立つ情報や、アリのペットとしての魅力を、美しい映像とともに発信していきますので、チャンネル登録がまだの方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。この動画では、クロオアリを入居させるための、大型石膏巣を製作したので、その作り方を紹介します。あらかじめ申し上げておきますが、今回、このように映像を撮りながら大型の石膏巣を作ったのは初めてだったので、ハプニングの連続でした。ですので、ハプニングを楽しんでいただきつつも、ご自身で石膏巣を作られる際は、ぜひ、ハプニングの部分を反面教師にしてもらえたらと思います。この動画を最後まで見ていただくことで、石膏巣の作り方のイメージが湧くと思いますので、ぜひ、最後までお付き合いください。用意するものはこちらです。今回、飼育ケースには、100均のクリアケースワイドという商品を使用します。それから硬質石膏、そして石膏に色をつけるためのアクリル絵の具、穴を開けるための電動ドリルとビット、そして連結する餌場用のケースです。餌場用のケースには、100均のクリアキューブを使います。それと、巣の設計図ですね。設計図をあらかじめ作るのは結構大事だと思います。はい。早速超大事なものを忘れました。紙粘土です。これで巣の型を作っていきます。それと、必要な人は、手を拭いたりするガーゼも適宜用意してください。それでは巣を作っていきます。まず、餌場や、増築した巣とチューブで連結するための穴、そして給水穴を開けていきます。穴を開ける位置を、設計図に基づいて、油性ペンで印をつけていきます。印をつけた場所に穴を開けていきます。餌場との連結は、今回、クロオアリ用ということで、直径8ミリの穴を開けていきます。なので、8ミリのビットを使っていきます。今回、木工用のビットを使っていますが、できる方は、アクリルビットの方が綺麗な穴を開けられるのでおすすめです。同じように反対側にも開けていきます。穴を開けたら、チューブの通り具合を確認します。チューブが通らなかったら意味がないですし、穴が大きすぎると、アリに脱走されるので、しっかりチェックしておきます。今度は、6ミリのビットに切り替えて、給水穴を開けていきます。こちらはアクリルビットがあったので、アクリルビットを使っていきます。同じようにチューブの通り具合を確認します。次に、巣の型を紙粘土で作っていきます。設計図をこのように蓋に貼り付けて、透けて見えるようにしておくと便利です。それから、粘土をこねる際、手につける水を用意した方がいいです。はい。ここでハプニング発生しました。粘土を貼り付ける作業を撮影していたのですが、カメラの電池が切れており、全く撮影できていませんでした。なので、最初と最後の1個を貼り付ける作業のみしかお伝えできません。すみません。こんな感じで粘土を蓋に貼り付けていく、というイメージが少しでも伝われば幸いです。巣部屋のところを貼り付けたら、巣部屋と巣部屋の間の通路の部分も貼り付け、そして、全体を整えます。長いので8倍速で見ていきます。全体を整えることは、
スを滑らかにし、針の快適さを向上させることにつながるので、地味ですが、大事な作業です。だいたい滑らかになってきました。これで巣の型は完成になります。では、いよいよ石膏を作って流し込んでいく作業に入っていきます。今回、飼育ケースが9cm×17cm×2cm で、容積が 323ml になりますので、その3分の2の量、200ml の石膏を作っていきます。なので、まずは、水 200ml をポリ袋に入れ、そこに石膏を加えていきます。石膏ですが、本来は決まった比率で水と石膏を混ぜていきますが、今回は水に、水面と同じ高さまで石膏を入れていきます。水面と同じかそれより少し高いくらいの高さまで石膏を入れれば、石膏は確実に固まります。このやり方は慣れと経験がいりますので、初心者の方は真似をせず、正しい比率で水と石膏を混ぜてください。石膏を必要な量入れたら、次にアクリル絵の具を加えていきます。今回はピンク色でいきます。石膏巣に色をつけることで、アリの観察をより楽しめるようになりますので、色をつけたことのない方は、ぜひ、色をつけてみることをおすすめします。絵の具を入れたら、よく混ぜます。石膏や絵の具が大変混ざりにくいので、しっかり混ぜてください。石膏や絵の具を均一にするためにも、ここの攪拌はとても大事です。石膏や絵の具が均一になったので、いよいよクライマックス。石膏を流していきます。ポリ袋の端をハサミで切り、飼育容器に石膏を流し込んでいきます。そしてこの後、ハクニングが連続で起こります。まず、穴にチューブを刺し忘れていました。さらにそのチューブに、キダゴを刺すのを忘れていたので、この後、大ハクニングにつながります。石膏を流し込んだら、容器をトントンと叩いて、気泡を取り除きます。トントンと叩くことで、気泡が浮いてくるので、それを強く息を吹いて潰していきます。そして蓋を閉じていきます。蓋を閉じたら、あとは石膏が固まったら完成。と思いきや、ここでトラブル勃発です。チューブにキダゴを刺していなかったので、そこから石膏ダダ漏れです。さらに、蓋をした後、縦にしてトントンする前に、3点の養生テープで留めないといけなかったのですが、それも忘れて蓋と容器の隙間から石膏ダダ漏れです。その結果、石膏の足りない部分ができてしまいました。そして、これが慌てふためき、パニクリまくるアリ博士です。どうぞご覧ください。なんとか立て直し、石膏を固めることができました。いよいよ、粘土を外していきます。さて、どうなっているでしょうか。養生テープを外していきます。ここで最後のハクニングが起こります。
はい、完成した映像です。と見栄えのいい映像が映っているかと思いきや、三脚の雲台が緩んでおり、画面の隅っこに移動していました。はい、粘土を外して、ケースをティッシュで石膏を拭いて、完成したものがこちらになります。巣の両側には、餌場や、増築した巣と連結するチューブを差し込むことができます。この豚と本体の間に 2mm くらいの隙間があるので、ここをあとは細いセロテープを貼った太いセロテープなどを使って塞いで、ここから脱走しないようにする必要があります。今回の動画、いかがだったでしょうか？この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。ハプニング映像もたくさんありましたので、草割りコメントなども大歓迎です。また、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をしていただくと、本チャンネルが配信する、アリの飼育に有益な情報を、素早く手に入れることができると思いますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。本日もご覧いただき、ありがとうございました。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。後日、この巣に黒オアリを実際に引っ越す動画をアップしますので、そちらも見てもらえると嬉しいです。ではまた。